はい、おはようございます。青木です。現在僕は岡山にいます。ここは今日泊まっているホテルリブマックス岡山さんです。はい、ということで、今日の日付が7月の16日土曜日ですね。現在朝の8時過ぎを迎えております。現在ですね、海の日の3連休初日目ということで、昨日ね、お仕事、終わってから大阪から福岡まで途中下車の旅をですね始めまして、昨日はですね岡山まで来まして、で今日昨日ねここで一泊して、今からチェックアウトをしようとしておるところでございます。はい、で今朝のお天気心配だったんですけど、ちゃんとね太陽出てますね。やりましたよ。ということで、今からね早起きして岡山の観光に出かけたいと思うんですけども、早速ね、このリブマックスさんのお部屋から見えております。これがですね、川見えてますよね。川ってこれ用水なんですけど、これはねあの西川用水という、用水になってます。で、この用水のあたりが、昭和のね末の時代にですね整備をされまして、西川緑道公園という風にね、なりました。はい、めちゃくちゃなんかね綺麗ですよね。もうなんかこれ見てるだけでもね岡山観光しきったってね、そんな気分になるんですけども、はい、今日はですね岡山の有名観光地岡山後楽園にですね今から行って、で、そこからですね岡山駅に行きまして、今日はですねなんと観光列車をね撮っていただいているということですので、そのね観光列車に乗って、さらに福岡の方を目指していきたいというふうに思います。まあ、福岡まで観光列車直で行くわけじゃなくて、今日はですね、広島県を、ね通りまして、そして、今回の今日の目的地は新山口、昔の名称小郡ですね。はい、山口県の県庁所在地山口までですね、行きたいというふうに思います。そして明日ですね、福岡の方にたどり着くと、そういうゆっくりしたルートで、行きたいと思います。まあ、岡山から山口の移動ってね、まあ、ゆっくりしたって言ってもね200キロ以上は、ね、あるんで、これをゆっくりしたというふうに言うかどうかはね人次第ですけども、ということで、西川緑道公園を眺めながら途中下車の旅2日目スタートでございます。さあホテルを出ていきますよ。うわー、なんだこれ、セミさんの大合唱オーケストラにね、遭遇しました。オーケストラっていうのかな、これ多分油摘みだけだからね、いろんな楽器があるわけじゃないので、オーケストラという表現はねちょっと間違いかもしれないですけどね。まあいや、はい、ということで、こちらがですねホテルリブマックスさん、今日お世話になった、お部屋になりますけども、私たちはこのセミさんのオーケストラをですね大合唱を聴きながらですね、西川緑道公園をですね北の方に、参りたいと思います。はい、北にこれをね、ホテル出て左に行きますと、昨日も見ました岡山一の大通り桃太郎大通りが現れるわけですね。はい、桃太郎ね、桃太郎さんの大通りに向かって今から歩いていきましょう。うわ、すごいな、大阪でもねこんなセミの大合唱、まあ大阪城公園とか行きゃ聞けるんでしょうけど、これね、はい、西川クリニックですね。西川って呼んじゃいそうですけどね、西川って読むんですね。さあ、ではちょっと西川の緑道公園の中入りましょうか。太陽が眩しいな、今日曇りって言ってたんでそんな暑くないかなと思ったんですけど、これ日焼けしそうだな。瀬戸内の景色にはね太陽が似合いますからね。まあ、なんて言ったら岡山はね、晴れる確率が一番高い県というふうに言われています。晴れの国岡山というふうに言われてるんですけども、いつもね本当かなと思うんですけど、あんまりね岡山来た時に雨に遭遇する確率って、まあ、あるにはありましたよ。あったんですけど、なんか雨降ったんだけどそのうち晴れたみたいな、なんかそんなね、ことが多かったような気がします。結構僕もね岡山ロケあんましないんですけど来るんですよ。関西からねすぐ来れる、中国地方、方言とかね、いろんな文化とかも違うようなそういうとこですので、なんか気分転換したときはよくね岡山来たりしてます。さあ西川緑道公園ね入っていきましょう。綺麗だな、西川用水って言ってるんだったら川か用水かどっちかはっきりさせてくれみたいな、そんな気もしますけども、まあ景色が綺麗だったらそれでいいんじゃないですか。あ、涼しい、涼しいけどセミさんは一生懸命鳴いてますね。こんな感じで新しいマンションとかもね建ってますね。さあ、ここで夜になるとこれ提灯みたいなつくんでしょうかね。おお、すごい、なんか
両耳からセミさんが、うわ、なんだこれ。さあ、でこっちは日がね、もう一応入れるようになってるんですかね。さあ、わあすごい、この和風な感じ、これライトアップされるんですよね。夜、昨日の夜来れなかったんですけどね。それこちらになんか銅像がありますね。なんか書いてある。さあ、ほどなくして大通りが見えてきましたね。はい、バスがね、こちら見えてます。両備バス、横山を代表する両備グループというですね、大きい、交通の会社がありますけども、あ、そして、あ、路面電車やってきた。はい、路面電車ですね、岡山電気軌道ですね、岡電と呼ばれてますけども、こちら岡山ですね、路面電車があります。ということで、ここを直で渡ることできないんで、岡山城はこっちの方かな、岡山城後楽園ですね。岡山城と後楽園は隣接をしてございますので、そのね、エリアに今から行こうと思います。よいしょ。一応これ渡っていいでしょうね、これ。ちょ、止まれってなってるから、ここ渡る人注意しろって意味なんで、渡っていいでしょう。横断歩道ないんで、ここ一方通行なんで、こっちから来る車だけ注意して渡りましょう。よいしょ。はい、ということで、桃太郎大通り、桃太郎さんの大通りにやってきましたよ。見てください、これ。道めっちゃ広いでしょ。歩道だけでもこんなに、確保されてる。そして、岡山のシェア自転車が現れました。こちら、桃チャリでございます。はい。昨日のホテルでね、ビデオ、昔のね、青木旅行チャンネルのビデオをお見せしたんですけども、その時に、ね、使いましたね。今日も使ってみようかな、これ。これ使ってもね、岡山後楽園行けるんですけど、どうしようかな。ただ、会員登録ね、しちゃったんですけど、その会員登録どうやってやったか忘れちゃったんで、まあ、歩いていきましょうか。今日持ってきてないんですよ、あれを。例のあれって例のあれってなんだよって感じですけど、例のね、自転車にくっつけるあのカメラですね、車載カメラ、これは持ってないです。あの車載カメラを取り付けるなんだホルダーですね、それをねちょっと持ってきてないんで。桃太郎通り暑いな、日差しが超眩しいんだけど、道が広いがゆえに、ね、スペースが多く確保されてるがゆえに、太陽が照る面積が非常に多いです。うわ、セミさんもそんないないです。まあ、木が少ないっていうのもあるんですけど、セミさんもやっぱ暑いところ苦手なんですかね。広島銀行があります。今日はね、岡山県のお隣広島県をね通りますよ。はい、今日はねあそこ行きますからね、あの広島県のねめちゃくちゃ有名な観光地に行きますよ。もうね本当久しぶりに行くんで、あ、そうだ、途中下車ってね、そう、昨日すごく言い忘れてたことがあるんで、ちょっと後楽園に行きながらご説明差し上げたいと思います。途中下車するってどういうことかということですよ。私は青木はですね、大阪から下関までの乗車券を持っています。乗車券っていうのは、まあ、普通の切符のことでね、これを持ってね、普通電車とか快速電車とか乗れるんだけども、特急とか乗ろうと思うと、別にね料金を追加しないといけないわけでございます。はい、なので、乗車券だけだと、特急とかね、あと新幹線乗れない。で、今日今からね後楽園行ってから乗る観光列車、これもですね、指定席券、詳しく言うとグリーン車指定券っていうのがね必要なんですけども、まあ、そういうグリーン車関わらず指定席がある車両もですね、その指定席券を買わないと乗れないということになってるんですね。はい、まあ、それが乗車券なんです。はい、ここはですね、電車も車も交わるね、電車もここで分岐するんですよね、2つに。で、車もこう十字路に交わるというね、岡山県最大の交差点といってもね、最大規模の交差点といってもいいような場所をですね、今渡っておりますけども、はい、で大阪から下関までの乗車券を持っていますよというふうに言いましたけども、阿久さん、それで岡山で降りたら、その岡山から先って向こうになるんじゃないのと
いう風なねツッコミが聞こえてきそうですけども、実はそうじゃないんですよね。 JR の場合100キロを超える、101キロですね、101キロ以上の、乗車券であればですね、途中下車をすることができます。はい、ですのでですね、大阪から下関っていうのはだいたい400キロぐらいあるのかな、400、500キロぐらいあるんですけども、100キロ悠々超えてるぞということなんで、途中下車ができると。はい、でも大阪から下関の切符って、まあ、途中下車できるのは分かるんだけど、有効期間ってもうその1日だけじゃないのと、はい、そういう声も聞こえてきそうですけど、あのね、これもまた違うんですよね。 JR の場合ですね、100キロを超えると乗車券の距離がですね、100キロを超えると、101キロを超えると有効期間っていうのが2日になります。で、それがねどん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 距離を増すごとに、3日とか4日とかそういう風になるんですね。ですので、今回使ってる乗車券っていうのが、3日有効になってるはずです、確か。はい、そうです、はい。ですので明日までその乗車券を使うことができるというんですね、そういうことになってます。はい、で、なので岡山で途中下車しても問題ないということですね。そして、今日もね広島の方行きますけども、そこで途中下車しても問題ないということになってます。はい、でなんですけど、じゃあ秋さん今回青春18切符じゃないのというふうにね、もう18切符で旅してよとね、 YouTuber らしくと、そういうようなコメントも聞こえてきそうですけど、いやー、まあね、今回はねそれをやってないんですね。さあ、青春18切符というものについてね、今からご説明をしてみたいと思いますけども、青春18切符、皆さん聞いたことありますか？この青春18切符というのは、普通と快速列車しか乗れない、要は、特急とかね、急行に乗れない、まあ、要は乗車券と、同じようなね効力に見えるんですけど、ね、青春18切符って、まあ、そんなの言ってるけど、例えば特急乗るときに特急券を、ね、追加したりとか、そういう風なことをすれば別に特急乗れるんちゃうのと。で、新幹線乗るときも、新幹線の、特急券をね、特急料金を追加すれば乗れるんとちゃうのというような、ツッコミも聞こえてきそうですけど、いや、そうじゃないんですよ。青春18切符でもって、新幹線とか特急列車に乗るときは何をしないといけないかというと、その青春18切符にですね、特急料金を追加するんじゃなくて、例えば、大阪からね、姫路まで新快速で行きましたと。で、姫路から岡山までね新幹線に乗ろうとしたときは何をしないといけないかというと、まあ、大阪から姫路までは青春18切符で OK ですと。はい、で、青春18切符使うと。で、姫路から岡山までは姫路から岡山までの乗車券ですね、はい、切符と新幹線の特急料金を払わないといけない。要は青春18切符無効なんですよ。はい、まあ、青春18切符っていうのはね1回2500円ぐらいだったかな。それで5枚で1万2000何本ということで、5回分をね1枚の切符で売ってまして、で、それはね、あの1人で使うと5日間有効で、しかも任意なんで、あの別に今日使って明後日使ってもいいんですけども、で、複数人で使う場合は例えば2人でねその2回分を使うということで、そういうようなことができるという、非常にあの1回あたり2500円ぐらいでいける安い切符ではあるんですけども、安い割にね、そういう特急とか新幹線を使おうと思ったらですね、むちゃくちゃめんどくさいことをしないといけないというか、もう無効になるんですよ。ですので僕は青春18切符を使わずに、乗車券を使っている。乗車券の場合はね、あの別にその間で特急とか新幹線乗るときはわざわざそこの乗車券を買う必要はないんですよ。それがね青春18切符と普通の乗車券の違いということで、乗車券で新幹線や特急の時はその乗車券の値段に対して特急料金とかを払えばいいだけというですね。はい、ということで、まあ、いろいろ喋ってる間に着きましたね。ちょうどこの説明をするにはちょうどいい時間に、こちらですね、岡山城、そして岡山後楽園があるエリアに到着しました。あ、そしてセミさんの合唱が再びお出迎えをしてくれておりますけども、信号工事のように渡って、庭園のエリアの方に入っていきましょうか。はい、ここにすごいですね、地名由来碑案内図っていう風に書いてありますね。この岡山城後楽園近辺にはなんかいっぱい碑が立ってて、そこに
地名の由来が書いてあるというような、そんな案内がされてますけども、ね、一気にさっきまでは大都会だったんですけど、この辺はね、ほんと落ち着いた雰囲気、都会のオアシスみたいな感じで雰囲気変わりましたね。さあ、ということで私たちはですね、岡山後楽園の方行きたいんですけども、これですね、これ岡山後楽園か。で、これをまっすぐ、これね、今いるところ、これをまっすぐ行くと、岡山城に当たるということなので、当たるというか、出てくるということなんで、まあ岡山城ね、入れないですけど、岡山城と後楽園は橋で繋がっているので、そっち側から見ていきましょうか。岡山城の前の広場ですね、こんな風になってるんですよ。そして岡山城は現在令和の大改修というものが行われてますね、はい。そして、橋でつながってると言ったんですけども、川が、ね、流れてるんですよ。ここは、ね、用水じゃなくて川ですよ。でその川の名前が、旭川、北海道の旭川と同じ字を書きまして、旭川と言います、はい。旭川という川があるんですね、はい。2つともね、全然地名の由来違うんですけどもね、同じ感じの川がね、北海道と岡山に流れているというのは何かの縁かなというふうにいつも思ってます、はい。これがですね、旭川でございます、はい。旭川、旭を浴びて旭川って言いたいんですけど、太陽どこや、太陽隠れてるわ、はい。雲でね、うまいこと隠されてしまいました。そしてあそこにね、橋がかかってますね。あの橋の形がめっちゃ山の中にあるね、あの川渡ってる橋みたいに見えますよね。なんか長野県とかにね、ありそうなこんな雰囲気なんですけど、遊歩道がね、整備されてて、これ自転車で走っても絶対気持ちいいでしょうね。さあ、あのね、川渡りまして、あ、そして見えますね、右側見てください。岡山城の天守がね、見えておりますけども、天守、メインタワーですね、はい。天守、メインタワーで、メインタワーとかね、あの言ってるんですけど、あれなんですよ、大阪城だったかな、どっかで案内、英語の案内見た時に天守閣のことメインタワーって書いてあったんで、英語で、じゃあそれすごく分かりやすい表現やなと思って、いつもね、あの天守って言って、天守って言ってもあのいきなり言われても分からへん人がいそうな気がしてね、メインタワーとかメインの建物とかそういう風に表現してるんですけど、歴史をやってる方にはね、いや何言ってんねん奥さんとかね、言われそうな、そんな覚悟で言ってますよ。さあ、岡山城の天守をね、ひょこっとね、見えてる天守を見ながら、この橋を渡っていきたいと思います、はい。太陽がね、こちら出てきてくれました、はい。朝日を浴びて旭川、そういうね、絵ができましたということで、橋を渡っていきます。太陽出てきたら出てきたよね、あの日焼けして暑いんですけどね、そんなんやね、太陽さんに何を文句言ってんねんって、出てきたったのにっていうね、そういう声が聞こえてきそうですけどね。あそこにね、すごい桃のね、岡山やっぱり桃太郎さん大事にしてるんでね、このなんだ、スワンボートっていうんですかね、このボートにも桃が乗ってるんですね。この桃、別になんかすごいなんか重しになってそうな気がする、なんか別に桃かんでもなく、桃ない方がなんか軽そうな気がするんですけど、あのね、ボート面白いな。さあ、橋を渡ってね、このお城とね、この庭園ですね、庭園がこんな近い距離にあるっていうのは、金沢ね、石川県の金沢にある兼六園もね、同じような形してますね。兼六園はね、確か道路かなんかはね、隔てて、この金沢城と、この兼六園がつながってるんですけど、岡山の場合は川ですね、川を隔ててつながっているということです。ということで、この川の流れもやっぱり川の眺めもね、綺麗ですよね。やっぱこの桃気になりますね、あそこにあるね。はい、岡山後楽園、岡山後楽園到着しました、はい。名称、特別名称ということで書いてありますけども、南門っていうのがね、こっちにあるんですけども、南門の方がね、岡山駅近いんですよ。
で、正門まで 350m って書いてあるんで、正門から入って南門から出るという、そういうコースにしましょう。ここの道もなんか風情が良さそうなんでね。でこれが中かな、これが後楽園なんですかね。ここは涼しい。これは 350m 歩いても全然苦じゃないと思いますよ。これ東京の地下鉄とかね、乗り換えるとき、この駅でね、例えば銀座線と、千代田線乗り換えられますよって言って案内あるんですけど、駅降りてみたら千代田線 350m とか 400m とか書いてあることって結構ねザラにあるんですよね。でそれで歩くよりはね、途中その時そういう場合って階段とかもあってめっちゃめんどくさいんですけど、そのね 350m 400m に比べたら非常に楽ですよね。これ朝日川がね見えてます。後楽園の中からは朝日川見えるのかな。すごいな、この道意外と穴場かもしれない。無料で入れますからね。後楽園の中は有料なんでね、今からお金払うんですけど、この辺はね無料で見ることができます。サイクリングをねされてる方もいるんですね。はい、ということで正門前に到着しました。岡山県立博物館というのがありますけども、まだね営業開始していないんですが、こちらですね、はい、岡山後楽園はですね営業しております。現在朝の9時でございます。朝9時ね、こんな朝も早からね、この日本三名園の一つ後楽園を見に来られる方結構いるんですね。さあ入っていきましょう。はい、ということでパンフレットを入手しましたね。行きたいと思います。そう、韓国語を教えてますんでね、韓国語力を常に鍛えとかないといけないんですよね。こういうところね、結構観光案内をね韓国語で見るのも面白いんですよね。なんかこの場所に対する理解も深まるし、韓国語もね、観光力もつくというですね、一石二鳥というふうに僕は考えておりますけども。さあ、わあ、すごい風情のある土産屋さんですね。アイスクリームは。この暑さだとね、絶対アイスクリームいいですよね。はい、ということで、このね、ちっちゃい川がね、いっぱい、この後楽園には流れていて、わあ、あの松の木は綺麗だな。開放的ですね、やっぱり。こちらにね、日本三大名園の一つ、岡山後楽園というふうに書いてありますね、韓国語で。でね、日本三大名園、じゃああと二つ何でしょう。はい、それはですね、金沢の兼六園と茨城県の水戸にある偕楽園でございます。はい、兼六園はね金沢の市内から行けるんですけど、偕楽園はねちょっと離れてるのかな、水戸の市内から。で JR の確か臨時駅かなんかがあって、シーズンになるとそこが、使えるようになって、多分お花見のシーズンかなかな、それでね行くことができる、そういうとこなんですけど、水戸の偕楽園はまだ行ったことないんですよね。金沢の兼六園もね3回ぐらい行ったことあるんですけど、岡山の後楽園もね3回ぐらい行ったことあるっていうね。偕楽園はね差し置きまくってますけど、ということでこちらですね、後楽園名物の池ですね。この池のね景色、やっぱ庭園といえばね、池なんですけど、こちら側に岡山城がね、あるんですけど、あれですね、木々でちょっと隠れちゃってますね。この偕楽園、このね、後楽園という庭園はですね、江戸時代に作られております。江戸時代初期に岡山藩主の池田綱政というですね、藩主によってですね、この藩主がですね代官に命令して作らせたのがこの大名庭園でございますけども、岡山城自体はですね江戸時代の前の豊臣氏の時代からあったということですよ。で岡山城の朝日川をねさっき見ていただきましたけども、その隔てたところになんか作れみたいな、そんな目立ったかどうか分かんないですけども、江戸時代になってですねこういう美しい庭園が作られた、まさに元禄文化の象徴っていうふうに、ね、言われることも多いようです。
さあまた川をね渡ってまいりますよ。さあここね、はい、他のお客様と距離を空けて散策をお楽しみいただきますようお願い。手洗いや咳エチケットなど基本的な予防対策にもご協力いただきますようよろしくお願いいたします。それでは広い園内をごっつりお楽しみください。いいですねこの案内。だいたいあのねバスとか乗ると狭い車内ではございますがとか言いますけど、後楽園のね、案内のお姉さんやっぱ自信満々ですねやっぱり。まあそれは大名庭園ですからね、広い園内をごゆっくりお楽しみくださいってね、狭い車内ではございますがごゆっくりお楽しみくださいとはね、えらい対照的なね、日本語でございますね。いやーでも本当広い園内ですよこれ。まずだってどうやって回ったらいいか分かんないですもん。そしてここからなんかあすごいな、ここに橋を作ってソフトクリームを置いて、まあ、これはね江戸時代からあったものとは思えないですけども、そしてこういう風にですね、水をこう流していると、場所によっては本当ジブリに出てきそうなそんな景観を楽しむことができるのがこの岡山後楽園でございますね。さあ人々がねこの高いところに登っていってますけど、ここにね橋があるそうですね。石段がねちょっと不規則に並んでるんで気をつけないといけないですが、あ涼しいな、まあ、涼しいからこそ登れるんですねこういうところに。はい、ということで後楽園をね一望できるエリアにやってきております。さっきね案内のお姉さんが言ってた撮影スポットってここのことなんでしょうね。いやーすごいな、やっぱりちょっとね険しい道を、登ってきたんで本当に、ね、こういうとこ来るとやりきった感がありますよね。はい、標高約6メートルだそうです。なんかテトリスみたいになってますけどね、これ普通にまっすぐ作ったらええのにこれ、ね、ここでちょっと曲げてるってこれもまあ芸術なんでしょうね。はあ、なんかあれですね、一修行をあげてきたみたいそんな感じがしますけど、まあああいうところねいかにして安全に歩くかっていうのもねこの庭園をね見るときの一つの勉強だったりするんですけども、まあ言って安全なんでね別にあんな用心して歩く必要はないんですけどもね、まあ僕みたいにちょっと目がね視野がねちょっと人より狭かったりするんで、ああいうところにいるときはねとかね、ああいうテトリスみたいなところ行くときはめっちゃ慎重にね歩くんですけども、まあねいかにそういうところはね安全に行くかっていうのがね僕の日常生活の勉強だったりするんですけども、ね、はい、ということでまたね道狭くなってきた、平均台歩いてるみたいやなってそんな感じですけど、いやでもこれがね芸術ですよね。やっぱ芸術を見ていると思うとね多少なりとのね修行みたいなのがあってもいいような気がするんですよね。はい、でまたねこの山登れとは、ね、それはねちょっとそれはね遠慮しておきます。さあということで岡山後楽園見てまいりましたが、いかがでしたでしょうか。朝日を浴びてね鯉さんたちが泳いでます。これ水温どうなんでしょうかね。水温もやっぱり太陽が出てるからまあ20何度とか30度ぐらいまでになるのかな。ちょっとねお魚さんたちもね、夏の病気にやられないか心配ですけども、まあ、これから今日は暑くなってます参りますが、今日はね栃木県の旅で山口まで行かないといけないんで大半の時間を電車の中で過ごしますから、この暑さね対策はあんましなくてもいいんですよね。さあそういう自慢話も、ここまでにしまして岡山後楽園を出てまいりたいと思います。さあこちらがね後楽園の南門になってます。まあ、こじんまりとしつつもね非常に、荘厳たる雰囲気を醸し出してくれるそういう立派な門でございますけども、はい、さっきから見ていたねアイスクリーム、これ新感覚アイスだったんですね。新感覚ってね
こういう昔からある場所で新感覚っていう風な、ね、ものを聞いたりすると余計にそういうものに、ね、触れたくなっちゃうんですけど、さあ、まあ、なんかおしゃれなもの売ってる。こういうとこも後楽園に合わせて朝早くからやってるんでしょうね。で、私たちはですね、ここに来た道、はい、ここですね、さっき南門と西門で分岐しましたけども、分岐したところにやってきて、で橋を渡ります。そして、さっきのね、市電が走ってたところまで一回戻って、はい、岡山名物の市電、路面電車にですね乗っていきたいと思います。はい、ということで来た道を戻ってきておるんですけども、左側に見えておるのが私たちが今までいた後楽園、そして右側ですね、天守見えてますけども、岡山城になっております。本当にこのね、橋でもってね、繋がれてるんですね。いや、この景色もいいですね。はい、ということで、こちらね、来た道を戻ってきてますけど、来た時はね、向こうの道から行ったんかな。はい、で、面白いんですけど、ここにね、城地下っていうですね、地下道があるんですよ。で、この地下道からあそこに見えてる、路面電車、市電の、電停まで行くことができるんですね。はい、これ面白いでしょ。なんか中央部分に植物が植えられてますけど、なんかこれ博物館のなんか入り口みたいにそんななってますけど、はい、これでね、路面電車の電停から行くことができます。あ、なんかこれいいな。一瞬これね、温泉に見えたんですけどね、入りてえなと思ったんですけど、これね、池っていうか噴水ですよね。あそこに自動販売機とお手洗いもあるのかな。結構便利ですね、ここ。岡山城のね、周辺にこういう演出をしてくれてるって非常にありがたいですけど。はい、ということでここからですね、路面電車に乗れますね。はい、ちゃんとご丁寧に韓国語でも書いてありますね。ノミュンジョンチャって書いてありますね。はい、そう、日本と韓国はね、同じ漢字を使っているので、まあ、路面電車っていう字に関しては、そう、韓国語ってね、漢字も使ってるんですよ、日本と一緒で。ですのでね、ノミュンチョンチャっていうのは日本で路面電車って書いて、韓国ではノミュンチョンチャという風に読むということになってます。さあ、それでね、うんちくまじつ、お、見えてきた。これが路面電車の電停です。はい、路面電車の駅としては珍しくね、両方向のね、電車に乗ることができるようになってるんですね。ということで私たちはこの路面電車に乗って岡山駅まで、岡山の駅までね、向かいたいと思います。何やらですね、可愛らしいというか、可愛らしくも堂々とある電車がやってきましたけども、これは岡電チャギントン号といいまして、イベント電車でございます。そう、すごいですよね、この岡山の路面電車って、こうイベント列車があるんですよ、ね、なかなかね、ないんですけど。はい、ということで、この電車には乗れませんので、普通電車をお待ちくださいって言いましたけど、要は普通電車ってね、まあ、路面電車って各駅に止まるのは当たり前なんですけど、要はこれは特別列車なんで、普通の電車をね、お待ちくださいという案内がね、今されましたね。ちょっと乗ってみたいんですけどね、これね、子供向けのイベント等でね、よく使われるそうです。ですので、ね、私みたいな大きいお友達にはね、あんまり乗る機会がないような、そんな列車ですね。お、いいですね、地下駅駆動のかっこいいモーター音を立てて、岡山駅行き電車がやってきましたね。さあ、これ乗りましょう。このブレーキの音もね、なかなか昔ながらですよね。
はい、ということで、いやもうモーターの音最高だなこれね。もうマニア、僕はね鉄道マニアであること隠すことできないんですよね。はい、ということで乗ってきたね。あ、いいなこの音。はい、岡山城の最寄り駅のですね城下から、この岡山駅まではね、運賃いくらだと思います？なんと100円なんですよ。安くないですか。はい、最近ね、福岡の西鉄バス、これね、博多駅から天神まで去年の4月までは100円だったんですけど150円値上がりしてます。それを考えるとですねめちゃくちゃ、ね、安いということがねよくわかると思います。さあ、ということで岡山駅に戻ってきましたよ。でこちらビッグカメラが見えまして、向こうの方にね、はい、新幹線って見えますかね、岡山駅でございます。さあ、ではお名残惜しいですけど岡山の旅はこちらでおしまいでございます。さあ、新たな地へ向かってね途中下車の旅を進めてまいりましょう。さあ、岡山の街を離れる前に岡山らしいものをねいっぱい見ておきましょう。こちらはですね商店街の、看板の下に桃がねぶら下がっております。はい、なんかお姉さんが食わせたんでもらっちゃったんですけど、はい、次岡山に来るのはいつになるでしょうねっていうことなんですけどね、まあいいや。なんかこれもね岡山に来た記念にね岡山駅地下外店の大黒薬局ということで、大阪で使えたらいいですけどね、これなんか新店オープンのためなんで、使えなさそうですね。はい、ということでこちらのですねここに見えておりますのが桃太郎さんですね。はい、桃太郎伝説の残る町もう岡山ということですね。さあ、この桃太郎さんまた会える日までですね、正面から進みましょうか。はい、で桃太郎さんですね、こうなんか待ち合わせ場所になってるみたいですね、地元の方のね。さあ、ということで、今から私たちは岡山駅に入りましてですね観光列車に乗ってまいりたいと思いますけども、その模様はですねまた次の動画でお伝えしたいと思いますので、ぜひお楽しみにしておいてください。それではこの動画はこちらでおしまいにいたします。ご視聴ありがとうございました。